前の地層から発掘された物体は未だ構成素材からその用途目的まで全く解明できない。さらに興味深い難問がもう一つある。科研三部調査班の報告によると、例の物体と一緒にロボノイドが発掘されたらしい。クリエイトタイプ ID00104。 バカな、期限前ですぞ。しかもここにいるクリエイターと同じ型番、なんかの間違いでは。確かに私もそう思った。だが製造元である我々が発掘したのだ。間違いようがない。理解不能です。やる気あんのか、とっとと調べさせろよ。双子の兄弟なのかな。いいね、それ面白いよ。現在記憶データ解析中だ。分かり次第追って連絡する。それから、今日は君たちのテスト最終日だったな。上層部も新型機には期待しておる。頑張ってくれたまえ。親父、気合がありゃテストなんざ必要ねえよ。天外寺、外の成績はどうなのかね。最低であります。これは確かに。サムは人手が足りないんだから、クローンを導入すべきですよ。クローンか。技術的にはロボノイドに任せれば簡単に作れるから問題はないが。上層部ですね。まったく何考えてんだが。あ、ところでこいつどうですか。意思は全くわからん。ロボノイドの記憶はあと少し。出た。こんな感じですか。こんなことが。コンピューター、最後の方を見せてくれ。この石のような物体って、まさかこいつですか。緊急回線。西暦2520年7月14日、この日世界は消滅した。我々4人と一体のロボノイドを残して。やはり来た。そんじゃま、一丁やりますか。やっぱ戦うの。やっ
ぜ。西暦2521年7月13日、あれから1年が経とうとしている。船のエネルギー、食料が底をつき始めたため、我々は矢をなしに地上へ降りなければならなくなっている。この宇宙巡洋艦テトラが新型戦闘機3機を搭載しているとはいえ、今回の帰還は大きな賭けであることに違いない。正面からの戦闘をできる限り避けねばならぬのだが。やだ、
か。俺たちは勝てねえのかな。最後の最後まで諦めるな。天涯艦長の最後の言葉です。艦長、そう言ったの？私にはそう聞こえたような気がしました。やれやれ、しゃあねえな。いっか。素直じゃないのね。先ほど司令部の記憶データを見ました。一つだけお願いがあるのですが。何？
愛してる。そう、幾度となく繰り返されていること、残された私にできることは再び人類を再生させること。そう、幾度となく繰り返されていること。私は彼らと別れる時にもらった髪の毛からクローンを作る。彼らを生き延びさせるために、あの石のような物体はこの地球を守るもの、あれはこの地球そのもの、そして全てを導くもの。長い時間をかけて再び人類は発展していくだろう。そしていつの日にか人類がこのことに気がつき、同じ過ちを繰り返さないように祈る。Damn.